落合博満31、3割6分7厘52本146打点3冠王、敵、まあすごいけど、各編やろ、今年だけや、落合、本、落合博満32、3割6分50本116打点3冠王敵。いや落ち神、おかしなことやっとる。146打点って130試合でやろ。バケモンで草。ロッテは偉大な OB を失ってしまった。なんでまあロッテはこんな凄まじい選手出しちゃったのかね。衰えたって時期でもある前に。でも川崎球場じゃん。クソ狭い川崎球場のライト前列に放り込む打法マスターしてたからな。川崎球場とはいえすごい。川崎球場いるやついるけど、当時のパークファクターやと平均レベルやで。ボールが飛ぼうが飛ぶ前が球場が狭かろうが広かろうが、タイトル取ることは変わらずすごい。まあその2年はスーパーラビットだけどね。ラビットだろうがトップ取ってんだから関係ないじゃん。落合、本当はあと2回取る予定だった。通算出塁率4割2分超えとかいうマジッチ。落合って三振台なり死球だったシーズンがほぼないんだよな。ほんま異次元や。落合博満38、中日戦1991年112試合、3割4分37本91打点11割5分5厘、38歳でこの成績もやばいよな。ほわ、何歳で巨人行ったんや。41の年。ほわ、落合41、2割8分15本68打点、落合42、3割1分1厘17本65打点、落合43、3割1分21本86打点。もう完全に下り坂入ってる年齢やろうに、平成初期に38歳シーズンまで OPS リーグトップ取り続けるとかどうなってんねん。デッドボール食らった次の打席でピッチャー返しかっこいい。これはマジですごい。信子と福士くんの誕生日に毎年ホームラン打ってたのもすごい。落合は成績だけでもすごいけど、それ以外でも何かすごいと思わせるからすごい。例えば500、1000、1500、2000本目のヒットが全部ホームランってなんかすごいやん。実際最初の三冠王の時はケチつけられたんやっけ。らしいな、大家の無に言われるならともかく、取ったことねえやつに言われたくねえわと言ったとか言わなかったとか。金田、王、星野、あんな打ち方じゃ結果は残せないよ。張本、周りの言うことなんて気にしなくていいぞ。張りって意外と優しいよな。最初金谷監督にボロカスに言われたらしいな。後に俺は気にしなかったけど、あんなん高卒の子に言ったらそれだけで潰れるわと痛烈批判してた。あらゆる批判を結果で黙らせる男。この画像すこ。映ってるメンツやばすぎ。三冠王のみが参加できる会合。落合が活躍してた頃ってプロ野球の平均球速130キロとかやろ。現代じゃ通用しないだろ。今の時代にあのフォームで150以上のストレート打てるんかいな。打てるんやろな。 YouTube で見てるけどインコースをあんなホームランにできる選手今の時代にもおらんわ。すごすぎる。あのフォームと特に巨大でもない体でなんであんなに打てるのか謎ってくらい、スイング無駄なく速くて怖い。現代野球で通用していた山本昌相手に通用していたから現代でも通用するんじゃないの。落合は松井と現役かぶってるくらいだし、今にも適応できるレジェンドやろ。高卒で入団した世界線が見たかった。